バラキエル・バラキエル、またはバルビエル・バルキエル・バラクエルは、聖教会の伝統における七大天使の一人である。第三エのクショーでは彼は、四十九万六千もの、無数の死後天使たちが使える王子の一人として、記述されている。彼は四人の有力なセラフの一人、第二点と特進者の王子と主張された。彼は、ソロモンのアルマデルでは、第一、 第四の聖火隊の狩猟天使の一人と記述されている。彼はまた稲妻の天使とみなされる。なお、たまに打天使として言及されるバラケールと彼を同一し得ることが示唆されている。イコンでは、バラケールは時々白いバラを胸に抱えた、あるいはバラの花びらを衣服とりわけ街頭に散らしている。カトリック教会ではパンカゴを抱えた姿で表現される。 バラキエルの責務は名のある大天使への祝福と同じくらい様々である。バラキエルは守護天使の狩猟であり、もしこの大天使に直接祈る者がいないのに気づくと、バラキエルはすべての恩恵を祈り得ると書かれている。バラキエルは伝統的に二月と僧魚宮に関連付けられている。彼はまた時に木星と天活宮の支配者と記述されている。A.B. デビッドソン グスターベ・エディクショナリー・オブ・エンジェルス、インクルーディング・ザ・ホール・エンジェルス、ニューヨーク・ザ・フリープレス、一九百六十七、ab 文ソン、マシュー、エンジェルス、a ツー、z ニューヨーク、クラウン、トレードペーパーバックス、一九百九十六、isbn 例から五一七八八五三七九、ローダー、ヘレン、セインツ＆ゼア、トリビューツ、シカゴ、ヘンリー、リージェンシー、カンパニー。 1956シシングケルエスエディターエンジェルス A2 Z ニューヨークゲイルリサーチインク1996 ISBN 0-7876-04895ありがとうございます